はい、やりましょう。はい、TID、テッド君？ TD ですね。 TD ね、TI はいらないの、テッドね、はい、TD、TD、はい、TD 君です。リベンジしてきました、はい、あ、そうですか、そうですか、まあしょうがない、この間勝っちゃったかな、しょうがない、リベンジ受けようじゃないか。今回は勝ちます、はい、今回勝ちます。前回と同じデッキ？いや、違います。あ、違うやつなんだ。よーし、じゃあ新しいデッキも活躍させる間もなく倒そう。よし、はい、じゃあお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんほい、負けた、はい、じゃあ先行いただきます。はいよ、お願いします。じゃあアルカディアスパークを置いて終了です。はい、じゃあドロー。じゃあね、ブラック V を置いてターンエンド。はい、じゃあドローします。はい、同じデッキかな、前と。僕は同じだよ、僕はいつも大体同じさ。はい、じゃあ今田でミクセル出します。ミクセル終了で。ミクセルやだな。じゃあ置きます、ドロー。じゃあね、いいんだいいんだよ、赤と黒の2マナ爆丸出します。はい、2戦同士で相打ちだ。はい、よし、そしてワンドローがもらえるお得、ターンエンド。はい、じゃあドローします。はい、これはどうしようかな。じゃあウィズ置いて、うん、2マナで、じゃあもう一回出します。またか、また来たのか、ちょっと待って。置きます。もう一回、じゃあ爆丸くんドローないか。じゃあこれを置いて、じゃあしょうがないな、じゃあ3マナディストライブ、スピードアタッカーです、はい、もうこいつ無視。じゃあ1枚ブレイク。はい、じゃあもらいます。はい、ないです。じゃあターンエンドです。はい、じゃあ待ってドローします。どうしましょうか。じゃあヘブンズゲートを置いて、じゃあヘブンズゲート犠牲で、ディストライブにアタックします。これ相打ちだね、あのスレイヤーだよ。はい、大丈夫です。大丈夫、はい、相打ち、はい、はい、じゃあ終了します。はい、置きます。ヘブンズゲートちょっとやだやだ、ドローってことはだよ。じゃあね、もういいや、ブラック、ちょっと待って待って、あ、もういい、ブラックカード置いちゃう。そして、2マナ、はい、爆丸くん、はい、1マナデスマーチをディスドライブに乗っけてやってきました、はい、打てるのはデスマーチだけ。じゃあ1枚ブレイク。はい、じゃあもらいます。ないです。ターンエンド。はい、じゃあドローします。はい、どうしようか。よしよしよし、今のうち。天文っぽいやつで、あ、これ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 、戦う時だけ強くなるよ。相手をマイナスまず4000するんだよ。うん、そっか、うん、じゃあミクセルを置いて、はい、じゃあ小マナでカーネル出します。カーネル、はい、止まった。爆丸くんを止めます。この人身動き取れません。はい、はい、じゃあ逆さにしとこう。はい、はい、じゃあ終了します。はい、置きます。じゃあこれは起きたよ、ドロー。ほう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 、置きます。そして質問、はい、これはあの例えば今この5マナを使ってブラックサイクを出したいんですけど、進化っていう風にするとこの人ってこの呪文解ける、あの何、呪い、身動き取れないっていう呪いは解けるの？これどうなんだろうな。そんなことない。まあこうなって別に多分登場時効果使えそうなんだけど、打てるのかなと思って。多分打てないんじゃないかな。打てないんだ。まあいいや、じゃあちょっと待ってよ。じゃあだよ、これブロッカーだもんね。はい、いいよいいよいいよ。じゃあこっちにするよ、そうすれば打てるんでしょ。はい、打てますね。ちょっと待ってよ、打てるんでしょ。いや、ブロッカー残しとこう。じゃあこうする、はい、こうする。そんで打てなくてもいいや。で、あの2枚捨てさせますよ、はい、じゃあこの上から2枚捨ててください。はい、はい、じゃあ落ちます。よし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 。でミラクルスターの効果、はい、でクリーチャーの能力によって、うんうん、捨てられた時、うん、呪文、呪文を回収します。はい、ジャミングチャフを回収します。はいはいはい、各位置取れるのね。はい、よっしゃ。でだ、僕はゴゴゴブラントが最後の1枚なんだ。いいぞいいぞ。そして赤マナがあるんでワンドローを、そしてこれを捨てることで、はい、じゃあこいつをやっつけた。はい、よし、じゃあダブルブレイク。はい、じゃあそうします。じゃあドラゴンズサインを唱えます。あ、やばい、そろそろやばいやばいやばい。で、キラジオサバ、あ、ちょっと待って待って待って。で、デスマーチを、うん、貼り付け、貼り付けにします。これ下のやつも一緒にここに、いや、上の1枚だけなんでデスマーチだけ、ね、そうなの、はい、じゃあこれもはこれは墓地ですね。あ、これ墓地なんだ、なんだ、はい、打てるようになるのかと思った。はい、じゃあこれ墓地でこうなったと。はい、じゃあこれで僕はターンエンドです。はい、じゃあ僕のターンに行きます。やばいやばいやばい、ドローします。1、2、3、4、5、6、うん、6マナじゃ何もできないな。よし、じゃあとりあえず5ゴーゴーブランドに、アタックしたいです、うんうんうん、やられますね、普通の。はい、はいはい、じゃあターンエンドで。よし、置きます。これなんかスピードアタッカーを引いてきて、あ、でも1枚これがあるんだよね。ドロー、
スパイナーじゃ何もできない。空っぽになれ、アタック。はい、じゃあ行きます。何もないです。3エンド。はい、じゃあ置きます。はい、じゃあどうします。どうしようかな。じゃあサパーが置いて、うん、じゃあ7マナ3、6、7マナで、はい、セイントローズ出します。ほう、それはどんな人ですか。効果で、うん、まず、超次元からドラグハートを1枚出します。うんうんうん、ここでヘブンズヘブンを出します。はぁ、あ、光ってんね、すごい光ってんね。はい、で、サパーグを、ブラックサイコにアタックするとき、革命チェンジで来た、ミラダンテ12。はい、あ、やばい、何もできない。で、呪文は唱えられないんで、うんうん、ワンブン、ワンドローします。はい、で、ブラックサイコにアタックしたいです。やられました。はい、で、ターン終了で、エンドね、終了時にブロッカー出せるんですけど、うん、ブロッカーがいないんで、そのなしで、あいよ、で、終了します。わかりました。じゃあこの手札ラインでドローにかけます。ドロー。ミラダンテだよね。はい、ただコスト7以下召喚できないんで。できないんだもんね。今週だけだよね。はい、じゃあこれはターンエンドです。何もできない。はい、じゃあアンタップして、はい、どうします。どうしよっかな、俺。サッパーがいらないとかけて、サッパーがいらない、うん、これで、あ、やばい、もうだんだん準備が整ってる。エメラルダ出します。あ、はいはいはい、シールド仕込んだ、怪しいの仕込んだ。で、うん、どうしよっかな。終了しましょう。お、打たないの。はい、そんな控えめな。行くぞ、ドロー。俺がそれをやると思ってるんだろう。行くぞ。あ、ちょっと待ってね、待ってね、待って待ってよ。じゃあまず2マナブラッドギアを出します。はい、だけです、ターンエンド。はい、じゃあどうします。やばいやばいやばい、赤マナが1個しかないとは誤算であった。どうしようかな。じゃあ、コアカのお使いを置いて、はい、3、うん、6、うん、7マナで、はい、ヘブンズロージャー出します。おお、また、うん、はいはいはい、効果で今度は、ダルクアンシールを出します。はいはい、映りきるかな、もうちょっとこっちの、はい、いよいよ、はい、うん、はい、じゃあこうします、ね、ピカピカしてます、うん、そんで、で、終了します。打たないの。はい、余裕こぎあって、今ここで、じゃあドロー。くっ、来た、来ない。じゃあまずこれの効果で1マナ軽減できるよね。はい、で、2マナでマグナム。はい、3マナヘルミッション。おお、手札ゼロ。はい、ないです。打てるのはもうお互いゼロなの今。じゃあ、はい、打てるのはブラッドギアだけ。でもブロッカーがいっぱいいる。ヤンピターンエンドです。はい、じゃあ、じゃあターンの始め、うん、ブロッカーが、こいつ、まずブロッカーが、うん、ブロッカーじゃない、ドラッグハートがいるとブロッカーいるんですよ。ほう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 。でヘブンズヘブンの効果でブロッカーが1、うん、2、3体いるんで、これ流解します、うん、やばい。で、流解するとまず、うん、自分の光のクリーチャーは全部バトルに勝ちます、うん、おかしいおかしいおかしい、はい、おかしい、それはね。で、もう一つの効果が、はい、コスト5以下の光以外の呪文は唱えられません。はい、わかりました。まあ呪文入ってなさそうだから、呪文ないんだけどさ、まあ、うん、はい、じゃあどうします。はいよ。じゃあエメラルダ、まあ、後にしましょうか、うん、じゃあもう突撃します。はい、ミラダンテ12で、ここ3点でいきます。トリプルね。はい、その時に俺はヘルミッションを1枚受けるよ、はい、シールドセーバーにするんで、はい、だこういう感じでいい、2と1みたいな感じで。はい、じゃあどうぞ。はい、で、ヘルミッション、まあ、じゃあめくるかないんで、ここに行った。で、ヘルミッションの場を離れた効果で1人道連れできます、アンタップしてるやつを。はい、じゃあどれが悪いやつかな。まあ全員打てるんでしょ。そうだな、全員ダブルブレイク以上の人ははこいつだけですね。あ、そうそうだな。じゃあこいつの道連れ。はい、じゃあこいつ道連れになります。うんうんうん、うん、じゃああ、でもこいつ3点ですけど、どうしますか。あ、こいつ3点なの。ただこいつエスケープっていうものを持ってて、はい、破壊されると、うん、自分のシールドを手札に加わると残ります。その時トリガーとか使えたりする。は、使えないです。使えないの。ちょっと待って待って、じゃあ考えるね。これ絶対トリガーなんだもん。あ、じゃあやっぱこの人にしてもらっていいかな。はい、じゃあ、うん、エスケープで。エスケープで。じゃあ手札に。よし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 。で、残ったのね。はい、残ります。よし、いいよ。じゃあ、じゃあ3点。あ、結局3点かよ。ちょっと待って待って、行こう。来い。ないです。はい、じゃあダイレクトアタックしたいです。ないけど、今、ハヤブサ丸が来たからこれでブロックです。はい、やられた。じゃあ、ヘブンズロージャでダイレクトアタックしたいです。ありがとうございました。頑張ったんだけどな。すごい。そっか、まあしょうがない、ここまで来ちゃうとな。はい、
よし、リベンジ。もうちょっと早くこれを出してれば、なんか、うん。でも、いや、リベンジされちゃいました。はい、TD。はい。TD の、それは新しい、なんて言ったらいいですか？青白天文。天文でいいんだよね。青白天文ね。青白天文、主役の人は誰ですか？これですね。ヘブンズゲートで。やっぱそうだな。はい、終わりました。TD 君、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よっしゃ。ルックアイランドジュニア入間店は、埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。